日本新潟県新潟市焼爆、タヤタ谷は新潟県新潟市焼区の町あ座。現行行政地名はタヤ一丁目からタヤ三丁目と大和ざタヤ。住居表示は一丁目から三丁目が実施済み区域、大和ざが未実施区域。郵便番号は九五六のゼロ八三六。千八百八十九年から現在の大和あおよび千九百六十八年から 現在の町名。阿賀野川と信濃川に挟まれた新津丘陵北部に位置する。元は江戸時代から1889年まであった田谷村の区域の一部で、地名の由来は開拓民が作った出小屋にちなむ。北から東回り順に以下の町地と隣接する。丘陵の登録に平安時代の鎌跡があり、南東端のの白川に、 天文2年の創設という数行き跡があるほか、1718年の記録に存名が残る。慶長年間から南東の山間に石油が輸出して採油され、京方年間頃から北西の丘陵地で茶の栽培が行われた。明治20年代から丘陵山間地で石油採掘が盛んとなり、野代川沿岸に西油所が林立して、 ニーツ油田の中心となったが、昭和初期に衰えた。また、石油業の成功とともに、茶業は衰退した。1889年以後に、以下の町寺が分立。2018年1月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。注釈出典。ありがとうございます。